ポケゆるチャンネル始まるよ。本日もゆるっとポケカを楽しみましょう。ポケゆるチャンネルのヨウとユウです。さあ今回は前回前々回に引き続き特別ルールのポケカをやっていきたいと思います。はい。前回前々回でポケゆるチームとゲストチームの1勝1敗、はい、で今回は勝ち上がったユウさんと、加藤さん、はい、でよろしくお願いします。やっていきたいと思います。準備はよろしいですか？はい。ではマッツンさんに、はい、カードを前回負けたので解説に参りました。マッツンです。お願いします。じゃあ前回同様カードをランダムに引いてもらってその中から決めるという形です。じゃあまずはゲストチーム、はい、じゃあこの3枚もらいます。じゃあ加藤さんはその3枚、はい、次にユウさんを3枚、これはい、でこうランダムに取りました。そうですね、これはい、じゃあランダムに取りました。じゃあ見せてあげてください。なるほど、加藤さんが取ったカード1枚目がこちら。これはどういうことなんですかね。2枚目がこちら、はいはいはい。3枚目がこちら。なんか全てなんかすごいですね。マジっすか。すごいですね。これは結構すごいですよ。あ、すごいですか。結構すごい対戦ですね。引き強ですね。必要っすか。次にゆうさんが引いたカード1枚目はこちら、はい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 。2枚目がこちら、うん、3枚目がこれ勝ったんじゃないですか。 これお互いに持ってますね、やっぱ、うん、勝ち同士。いや、いい試合になるんじゃないですか、これは。まあでも楽しみですね。デッキからすればもう一択しかない。俺も一択しかないです、逆に。そうですね。用意しましょうか。はい、じゃあ残りのカードは回収します。回収して、はい、じゃあ効果オープンしましょうか。はい、効果オープンします。はい、Bマックス技を受けます。はい、オープン DX です。あれですね、オープン DX とは何ですか。使った段階で、はい、サポートは全部この試合中全部ホップの効果になります。つまり3ドローですね。3ドローしかできない。ボス使えないってことですね。博士も使えない。いやー、このホップ GX をね、5つ使で、5つ使でだいぶ変わってますね。そうですね。使った GX 使ったらずっとなんで、まあ初手に使うんじゃないですか。そうですね、ちょっと難しい。そうですね、一応先行だった場合は後攻からなんでね。はいはい、技打てる段階から使える。そうです、GX は、はい、技だっけね。はい、そうですね、技。まあ、OK です。ホップでいいっす。じゃあ、いきますか。はい。まあ、でもちょうどね、いい。ちょうどいいですね。あれかもしれないですね。僕、このデッキ、これしかないんですよ。逆に。これしかなかった。他のコストプラス1って、白馬絶対ダメだから。ああ、そうコストプラス1、相手です。相手だけっすか。相手だけ。マジっすか。お互いじゃないんで。あんなの、テキストの上ですよ。もう、普通にジャッジのテキストの読み方したら俺もじゃないっすか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。先行。はい、勝ちました。さすがに勝ちました。7枚。はいっす。7枚です。まあ、ダメージを受けない VS。強制3枚ドロー効果の対決になりました。サポート3枚はきついですよね。サポート3枚、ボスが。後ろ呼べないってなると、こっちで3枚引け。そうですね、3枚引け。あのオーダーの構えを多分、3枚引けっていうオーダー引けはね。そうです。足りません。あ、助かった。助かった。助かると思います。あ、よかった。確実に雪道いますね。怖え。絶対に引いてくる。あ、まあまあまあ悪くないですね。悪くないですか。じゃあ2枚になります。じゃあ行きます。お願いします。じゃあ1枚もらいます。順調にポケモンみたいな展開。ちょっとお魚スタートちょっといただけないですね。いや、いらないですよ。僕ホップなんで。どうせこの次の感じ、俺はホップ。ネオランドでホップ確定っていう。確定ですが。じゃあ、手札6枚でバッカします。はい、じゃあ、1枚もらいます。メッソンベンチで。全部ホップの手持ちみたいですね。6番に手配します。ドラッド、ナイトアセット。お、雪道いないっすね、これ。メッソンベンチで1枚入ります。いや
ないとは言っていないです。いないとは言ってない。このまま技使って4点で。OK です。ポップ GX を使わない選択。あ、使わないんですか？まだ使わない。まだ。いいんですか？あ、これずっとですよ。ずっとっすよね。終わってますよ。うん、あ、すいません。どこで使うか大事ですよね。マジで謎解説。マジで？あれが、いや、本当に絶対まだです、これ。この4点が、後々効いてくるかもしれない。マジですか？ユーさんを錯乱している。意味がちょっとわかんないくて。マジですか？話が変わったみたいか。順当で進化。はい。からの、はい、ちゃんと思ってますね。これ言おうと。じゃあ、メーカー取り合い1回目。はい、どうぞ。よし、2回目、何枚だ？2枚だ。はい、手取り、はい、4枚。いつモスが使えなくなるかわからない。いつモス使えない。いやーマジ怖いっすね、モス。まあでもホップ GX 技なんでね。そうですね、一回使わなきゃいけないっていうターンもらえるって考えたら、そのターン突き刺せでよかったのか、片岡さん後々聞いてくるのか。どうぞ。2枚で。2枚。じゃあボスで。でまだボスとして機能する大事ですから、はい、これが最後のボスになるかもしれない。最後のボスを知れないよ、変わっちゃいますからね。変わりますよ。じゃあダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンド、じゃあ言葉前で、はい、ダイヤモンド、1枚もらいます。たっぷりバケツです。2000ルビー2枚で鳴らされます。デッグボール決まった。セクンドで4人出します。します。白馬前手張り、うお前、うお、ポケモンのダメージは通るので3枚もらいます。200で上田側で200で攻撃していく形。白馬先にします。なるほどな。おお、おお。またトレーニングコードが。またなんか出てきたわ。絶対に削らせるじゃん。技ブリザードランス。2枚クラッシュで200点で。ちょっと強いんじゃないの？じゃあ行きます。手張りはしましょう。スタイミングがあるのか。マリで。マリで。あとシュガーエルか。大丈夫か。何枚です。よっしゃー、怖い進化の、はい、いや、何枚何枚何枚じゃあ、大体160点で60枚まーす、はい、さあ、ただ、もう一回何のためにはメロン、メロンプラス手張りが要求されるという形です。1枚もらいます。いますね、どんだけ持ってる。3枚もらいます。すごい、普通に高いですか。レベルボール高いです、ジメレオン。ジメレオンはジメレオンたっぷりバケツで音が足りる。あー、マジか。あります。いや、マジ5バケツがなさそうな顔して、いやー厳しいですね。バケツサイドに忘れたみたいですね。置いてきちゃった、置いてきちゃったらしい。裏工作バケツはバルーバケツバケツバルー、どういうこと、何悩んだ今。ミッションがないんですね。あー、なるほど。ナイス、2枚で2枚とはします。違う、2枚します。白は暗い。
かりスリーで起こせるところまで来るっていうのはすごい、やっぱりトッププロですね。トッププロ。このままでリーダーブランスで2枚しっかりテープ取っていく。3枚取ります。まだホップ使われない。ハンドは10枚です。使われないけど。ただエルステル系は枯渇していくんでね。そうですね。一旦くれんのかも。なんでなんだこあいつは道っていう恐ろしいものがやっぱりただのスライム。ただのスライム。またメロンを使うと思うと、メロン使われると困るんだよね。でもここで3、ここにダメージを負ってもあれだから、ここはエンドっす。エンド。はい、4枚でまたエンドです。じゃあ1枚もらいます。スライムか。クワブイマックスベンチで、うん、メストンもベンチでします。シンタロー、インテラン、インテランシンタロー、ブラックを打ってクロススイッチだとベンチでします。スイッチャー、牽制してる感じ嫌ですね。ここ1枚は家に反動にあるぞっていう。スイカをおそらくスイカにつけて3枚もらいます。スイカをスイカに切り替えていく感じですね。さっきの4点のお魚とスイカに配りします。コウモリですかね。コウモリですかね。サイドさんなんで33プランを通すんですか、22プランを通すに行くかですね。スイカに黒がよい。うわぁ、スイカに確実に落ちた。スイカに落ちた。最初に2点を回収します。3出して、このままダブルダブル。はい、ハンド12枚です。はい、ホップ関係なかったですね。いきます。ほら来た。はい、はい、ついについに来たぞ。からエネルギーがあれば迷彩かメーカーントレーナーから切り返していきたいところ。メーカーントレーナー危ない。進化メーカーントレーナー2回目。このターンはボスで後ろを取るか横を広げて崩れたスタジアムで魚を取らせるかできればかなり有効なんですけど。3回目だからバケッチャーが残っているので、あまりそこは関係なさそうです。風船ベルト丸、はい、あここで反動の12枚が12枚を下に5、4枚です。もうあと1枚通信これまで1何枚？2枚です。じゃあ、2枚します。風船で、抜けて、倒しましょうか。はい、出して。主力部位ポケモンが解除するとそうです。メッソン前で1枚もらいます。現状アタッカーが白馬しかいない状態で。バカ高いんですよね。キメレオンが揃っていればまだアクアバレットっていう作用。でもさっきの多分マリーでね。そうですね。結構行ってくれたんで。マリーと2回あれ打ってるんで。お、まだいい。出てくる。ただでメロンを2回使ってしまったので。3回使ったのバケッチャー。今回使った。バケッチャー？バケッチャー。はいはい。バケッチャー。お、お。出た天下の方法。なるほど、ここに来てホップ GX。 2枚でうまい。やべえ、来た。いきます。激アツ。ここはサポートが全てドロー3枚がどう来るのか、どう刺さるのか。3枚ドローに変わりました。わー、じゃあとりあえず雪道剥がそう。雪道のケア、いや、ではバドウェックス出します。じゃあ俺のホップ GX、ホップ
3枚ボスがあった1いかつい格好しておきながらオーダーは3枚引くという3枚引いてこい3枚引いてこいうーん武蔵とこじように命令しろ一旦欲しいな一旦欲しい一旦じゃねえのかホップ GX なのか刺さったここに来てエンドではい、じゃあ1枚もらいます温存していたホップ GX はここに来て本領発揮マジかホップ GX うまいな扱い方見せますねいやすごいいやいいあー厳しい結構メロン使いました結構メロン使いましたはい、まあ、行きますまあ、そう、2枚目だ7、9、1で大体です、はい、あ、そうです崩れていますそのまま加えます、はい、あー2枚に関終了であー、お互い膠着した状態じゃあ、究極ポップ3枚このイケメンのオーダーを3枚イケメンのオーダーを3枚進化の音怖くないですね何枚です2枚です、まあ、ここからはひたすらクワワド X で技を打ち続けるのができればじゃあ2枚ではいどうぞお互いスタジアムクセで困ってる困ってますねじゃあこれで大事です、はい、サイド2枚まで、ね、3枚ですよし、1枚もらいます残りが2枚と1枚9の1枚と2枚が遠いあ、違うレベルボール決めれば進行は高速でここが全部ホップなんで後ろのポケモン逆に言えば安全に育てられる安全に育てて最後ネゴランとかバケッチャー取りに行けば確実に勝てるんですがホップ持ってきますあ、僕は使えるんですか、うん、相手やっちゃおうあ、じゃあそうなんかいけそうな育てて、次の間に俺なんか OK ので、温存して育てることができればあ、俺はいけんのか話し勝ったなそっか今のところカットでお願いしますルールは貼ってなかったんでそっか、それも書いてないのかホップ GM ですかホップ GM でも相手やんね、GM そう反応何枚ですかあ、9枚ですかなかったね、うん、1、2、3、4枚はい、そうですね2枚で2枚そのままではい、そのままですねはいくそー5枚でトップしか使えないんですよあー、きつい回収いやーあ、ダメか回収ネットまずいです回収ネットダメですね回収ネットまずいなしです最後にのポケモンが前に行くと、そのまま負けてしまう。負けちゃったね。そのターンはレキが後ろ手張りで、ジメロン取らせて、次のターン手張りプラスボスまでたどり着ければ、出る。負けちゃった。いやー、取らせて。いやー、無理だな。そのまま。ハンド4枚で、完勝です。イエス。これはいかい、でかい。ただサポートは全て今ホップだどうぞホップです、うん、あ、これあ、いやうんいや、これ使っちゃいけないなじゃあこれで大学これ使っちゃいけないあー、使っちゃいけない100番前ですどうしまーすあー、ダメだあー、ダメだエネルギー、エネルギープラス何か発揮手段プラスクロススイッチャーまでたどり着ければあーダメだえでも俺倒せるのそれ1、2、3、4、5ハンドモーメント単勝量です止まっている5、6、7倒せるの321プラス21で220ダメージでやってるオッケープラスベルトで240でやるダメだオッケーホップ使わなくても勝つのかホップさあ冒険の発見も発見したのは3枚ドローという成果を
2枚ドロー、2枚、じゃあこれで大ガストでありがとうございました。いい試合でしたね。いい動画だったね。ホップを初ターンに使わなかった理由を、いやこっちはひたすらブリザードランスを打たなきゃいけない展開なんで、エネルギー加速がメロンテロップにできなんでホップになってしまう。あーそっか、最初は最初の違う刺す4点はアクアバイト用かなっていう予想だった。そう、まあそりゃそう、そりゃそう、そりゃそうで、そこをホップディエクスでも良かったのかなっていう。そっか、こっちが勘違いしてたんで結局、まあそれはまあテキスト不備があったんで、なるほど、改善のやっちゃうね、改善のやっちゃう、まあプロトタイプなんで説明不足ですね。まあでもそれでもいい試合になったっていうのはちょっと、ね、まあ、いや追い込まれましたね最初は。でも多分クロススイッチャー使いすぎてるからボスもないし、そうですね、まあ、耐えたら勝てんなと。バケッチャーが辛かったですね。まあでもルール把握しててもあそこは突き刺すかなっていう感じが、うん、後にシューターアクアバレットで、シューターアクアバレットかハッピデルトアクアバレットでネオラントが圏内に入るんで、でも GX 使った場合も、いやでもあそこは良かったですね、まあ、あそこでしかなかったんでバケッチャーを縛りつつ別に、いやあれは辛かったですね。あの2ターン15ぐらいしたでも 3枚引けるって強いっすね。そう3枚僕舐めちゃいけない、僕番の3枚は強い、3枚引けるは強い、さすがだぞさすがだぞ、3枚ドローする強さを理解しているんだいや良かったですね。いやいい対戦でした。最後は得れなかった感じですか。最後は得れなかったですね、まあ、あのブリザードランスも200点ずつが引いてて、ね、多分ほとんど、うん、トレーニングコードをはるか貼らない、あれ貼ったら負けると思って貼ったらやばかったですね。ほとんど得れなかったかなあ、山に 2枚しかなかった。キバナ使わなかったの、キバナ何で使わなかったんだろう、キバナで得れ貼りつつボス持ってきて、ね、か、まあ、もう水か、水か、ハンドがもう終わってたから、あ、補充してインテリアのクイックシューターとベルトみたいなハンドだったんで、あ、まあ、そこでしかないかなと思って、いや、まあ、まあ、そう考えたら世界戦で考えたらそっちでも良かったかもしれない。キバナで貼って選択がマリーでも良かったかもしれない。まあ、たらればですからね。ちょっとルールに慣れないままやってるんで、正解は、まあ、神の御堂を知るっていう、まあ、まあ、メッソン2体サイド落ちてたんで、VMAX 使わずにこれですからね。いや、マジ怖い。怖すぎですね。ハンデありましたからね。ハンデ、いや、こっちハンデもらってたんで。ハンデもらってギリギリでした。まあでもだから大会でやった時に、そうそう、こういう。だからそうですね。やっぱり小学生もこういう技が使えれば、五分で戦えると。ってことですよね。うん、実力差が、うん、いい感じに、そう。埋まるかもしれないし。逆に、やばい。まあちょっとこれ審議かもしれないですね。ちょっとまたいろいろ考えて調節してね、やってみましょうか。でも V から動けるからやっぱり、そうですね、このテキストはいいですね。そうそう、いいですね。やっぱ飛躍もちゃんとね使う、デッキもいたり、ちょっと技のダメージって書いてあるんで、そうそう、効果を分けるんで、効果を分けるからちゃんと大丈夫です、はい、バトルセンスちゃんと通りますから。確かにそうですね。じゃあ、まあ、こんな感じで、うん、大成功じゃないですか意外と。ですね、うん、盛り上がりましたよ。かった。じゃあ、まあ、作った僕が勝てたことは嬉しいです。優勝です、おめでとうございます。よろしくお願いします。なんとかうちのチームが勝つことができたので良かったですね、はい、じゃあ、まあ、普通に面白かったんでいろんなルールでまた試して、うん、ちょくちょく取っていきましょう。そうですね、解説の人も増えたんでね。そうですね、また今後ともどうぞよろしくお願いいたしますお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、さようなら。